どうもこんにちは。商売をしているとお客さんに怒られることってあるんですよね。やっぱりその時に正論でいいくる面ではなくて、とりあえず怒りってのは感情ですから、それ以上の感情でもって返すしかないかなと思ってるんですよね。まあ言ってみれば、クレームを言ってきた以上のサービスを提供することによって、まあクレームがね、マイナス5だとしたら、クレームに対するサービスを まプラス10ぐらいいいで駆逐しててくっていうこととかなと思います、まあ、そういった意味ではね吉田さんのエピソードって何回か聞いたんですけども、まあ、素晴らしい対応だと思いますよ。で私の体験を申しますと訪問販売してる時にねやっぱあったんですよ。訪問販売でまああのー、住宅に関するねサービスを提供してお金を頂くってことを訪問販売でやっていたんですけどもそうですねお盆の頃だったかなと思うんですけどもお盆の頃に 里帰りをした息子さんがね、私が仕事をして、で発行した領収書を見つけたんですよね。で、母ちゃんこれ何この領収書。なんか変な人来たんだ。とか言って、ああ、それはねって言って思い出して、息子さんに話したらしいんですよ。そしたらね、私のところに、と電話があって、あと詐欺の業者がこんなことして、金取るない、ね、急に怒り出したんですよね。まあ私も対応して、 ああ、多分、数ヶ月前に行ったあのお宅なんだなと思ったんで、あ、誤解が生じたようでしたら、私すぐにお金を持って伺います。何々さんですよねとか言ってね、伺ったんですよ。まあ私の仕事の範囲ってのは、どんなに遠くても、まあ車で3時間以内で行けるところばかりだったんで、まあ当時、もうね、夜8時か9時だったんですけども、行きましたね。行ってですね、まあ深夜になっちゃったんですけども、起きていたみたいなんでね、ずっと待っていてくれたんで、 あのう遅く申し訳ありませんとこの度は申し訳ありませんでしたっていう形でお詫びに参りましたねまあ当然、えー、ちょっとした折り爪を持っていってそれから手土産に、えー、その時ねちょうど取れたカキの詰め合わせっていうのがあったんですけどね、まあ、それを携えていったわけなんですよ、まあ、それで、えー、今回請求の金額に あまこう、ご不審があったと思いますので、お返ししますね、とか言ってね、お金を返したんですよ。その金額1万8000なんですよね。で、1万8000を返しして、あとはお土産とかいろいろとね、これもね、お持ちしましたねってことで、でそれで、私、あの、求められていない仕事をしたことはないんですけども、で、こういう仕事をさせてもらってね、で、これは、あの、まあ、保証書にも書いてある、まあ、有料の仕方なんだけども、承諾をいただいて、安心して、 商品扱っていただけるようにサービスをさせてもらってるんですよねっていうふうにお話してそれからこのご近所の方も皆さん済まされてるんですよで「う、え、ち、ー、だけやらないのもね」っていうことだったんで、えー、やっていただいたんですっての説明もしましたけども、まあ、このように1万8,000円なんですよちなみにここに来るまでに <laughs> 1万円ほどかかるんですけどもみたいなことをね、まあ、打ち解けてきたとお話したらちょっと言い過ぎたかなと「ごめんなさいね」みたいな話になったんですよね。 うん、だから結局ね、なんかこう、感情なんですよね、怒りって。で、その感情を受け止めてもらえれば、安心とともに、ちょっと言い過ぎたかなっていうのはね、恥ずかしさが襲ってくるのが、まあ、よくある人のケースなのかなと思います。だん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 ね、こう、怒ってる自分に怒ってくるっていうかね、盛り上がっちゃうんですよね。で、今まで人にぶつけたかった感情が、そこに追い打ちをかけてきて、ヒートアップすると。 でもねじゃあこれから行きますわって言って電話を切って伺う2時間弱の間に気持ちは変わるんですよね。<laughs> あそろそろ来るなと玄関掃除できてるかなとかね来るとしたらお茶を出さないといけないのお茶あるかなどこの部屋に通そうかなあーこの部屋汚えなちょっと付けようかみたいな感じでなんかねそれはお客様をお迎えする心理になってくるそうなんですよですんであのクレームを受けた方のお宅に行くって結構ね有効なんですよね ただし、お宅に行くんじゃなくて、近くの喫茶店かなんかで待ち合わせっていうのは、あんまり良くないみたいです。それはお客様をお迎えする心理にならないからなんですよ。ですんで、お宅に伺って、えー、必要以上の丁寧なね、サービスをすることが大事らしいんですよね。まあ、そうすると、そういったことをね、あのー、その時は、まあ、息子さんはすぐ帰られたみたいですけども、その、お母さんがね、おばあちゃんですけども、お母さんが、この前こんなことがあってね、と、あのー、もちろん息子が、 あーなんかインチキじゃないのかなと思って業者さんに電話かけたらすぐに飛んできてくれてね、えー、それですごくいいことをやってくれたんよって近所の方に言ってくれたんでまたね評判がそこで上塗りされまして、まあ、商売はまたやりやすくなったってことなんですけどねだからあれじゃないですかねあの基本的にインチキなトラブルをしている人ってのはクレームから逃げますけどもインチキをしていない人ってのはクレームにクレームにすらね なんかこう得点を取りに行くみたいな感じですよね。まあ、そうしてクレームこそ次のビジネスのチャンスにするみたいな感じですか。なんかねやっぱ商売って人を育てますね。お金が欲しいからどうしても回帰しないといけないっていう思いもあるんですけどもでもなんかそれ以上にねあのご縁をいただいた方のためになんとかしたいっていう、まあ、人間の根源的なこの欲求があるんじゃないですか。人の役に立ちたいって。まあ、そういうい時に 面倒くせえなとかねなんだよクレーム会うぜえなみたいな方っていうのはやっぱりこう続かなくなってくるのかなとその心理ってのはおそらく、まあ、ネットビジネスとかをやっていてもねなんかこうアンチが来るじゃないですかでアンチが来たんでも嫌になっちゃったみたいなところに通じるものがあるかなとかですねなんかこうアンチをネタにしてさらに評判を高めていくとかねアクセスにしていくとか売り上げにしていくみたいなだからどう厄介な人に対応するかっていうのは他の人も見てますからね トラブルに対して対処法をお見せすることっていうのがそのまま集客になって信頼になるのかなと思います。ね、吉谷さんのエピソードっていうのは私が吉谷さんの立場でも同じことしていましたね。行こうぜ、みたいな。うんまあ、それっていうのはね、やっぱこう私が唯一会社員としてスーパーに勤めていただくときもクレームの電話ってやっぱりお客さんがあるんですよね。そしたら返金の代金とね、こう お詫びの品を持ってすぐにそこに行ってましたねお客さんのお宅に、まあ、それがねスーパーの商品ですから300円500円の世界なんですよでも金額じゃなくってその人の話を聞いてあげるっていうんですか受け止めてあげるのが、まあ、商売をしている者の,の務めなのかなというところですかはいじゃあいい話だったと思いますんで私はね本当に忘れないようにしようかと思いますけどね、はい、じゃあお疲れ様です